お世話になっております。岩名ビトの尾藤です。岩永です。今回はキャプチャーワンをなんで使っているのかっていうことについて岩永くんと話している動画を撮ります。まあね、なんで使ってるのか、まあ、今年じゃない、2020年の段階で、私一回ライトルーム使ってみたんですけど、はい、使いづらい操作系でもう UI でも断念したっていう。ユーザーインターフェース、そうですね、ユーザーインターフェースの部分で私断念しました。あ、それは何、あのキャプチャーワンに慣れてるからっていう理由ではなく、まずそれでしたね。あ、やっぱそれなんだ、はい、うん、それダメじゃん、あのこれだって使ってない人に対する動画なんだから。慣れてない人に対して慣れてるから得意って言ってもダメじゃん。そう、いやけどね、右側から左側に、そこの調整バー、調整のツールバーを動かせないというライトルームのすごい違和感があって、あれってフォトショップのあれと一緒だからだろうね、多分ね。多分そうだと思うんですけど、動かさせてっていう。じゃあ分かった、あのライトルームとの比較じゃなくて、キャプチャーワン単体で見て、あ、まあ俺言おうかな、俺はまあ一番でかいのはテザー。ああ、テザーか、テザー撮影、あのカメラとパソコンつないで撮るやつが、なんかやっぱあの飛躍的にいいから早いし、あと撮ったデータ、ローデータをその場で明るさとか変え、あのなんていうの、コントラストとか調整した状態で出せるから、あのすごくいい。なるほど。ところでこれあれだね、今更気づいたけど、トラックのエンジン音嫌かもしれない、あっち行こっか。短ければいいけど長いとなんか邪魔になりそう。邪魔だな。あそこの岩でいいんじゃない。ここだね。あ、もう一個向こう行こうか。あ、ここがあったりしますか。よし、 OK。 あとは岩永君はそう、具体的な話、具体的なキャプチャーは何で使うのかっていうと、やっぱ画像のクリアな感じが再現しやすいし、あとマスク機能がすごく優秀という。フォトショップでマスク切らなくても、いけるってこと。そうですね、ローデータの段階でやっぱりそこのマスク切って部分的に調整できるっていうのが最大のメリットだと私は思ってて、まあね、一回 TIFF で書き出しちゃうともう一回ローに戻ることがあったんですよ。わかるわかる、もう一回このちゃんとローの調整で追い込んどかなきゃいけなかった部分っていうのが発生するんだけど、それを全て、ローデータの段階でできるから、戻らなくてよくなるわけですよね。だからあの例えば、白飛びせざるを得ない感じで一回現像したやつは、そこの白を出そうと思うと、もう一回ローデータ戻って白を出したデータを作って重ねてっていう作業をしてた、重ねてっていう作業をせざるを得なかったのが、それが一手間減った、ああなるほど、結構飛躍的に楽になるよね。そうですね。でその都度そこだけ調整できるしね。そうですね。だからなんか最近岩永君 の現像ライブとか見てると、なんかあの質感を一個一個コントロールできてるっていうのがあるね。そうなんですよ。なんかすごいいいと思う。ハンバーガーのパテとかね、バンズだけとか、そうだね、レタスの色味がとか、そういう調整ができるんですよ。そうだね、色も根元から変えれるからね。そうですね、なんか写真としてはなんていうの、その全体のイメージをあの、一気に変えるんじゃなくて、それぞれもう物のそれぞれの存在感をちゃんとしっかり出せるから。そうですね、それはね、すごく大きいと思います。しかもそれが TIFF じゃなくってロー段階でできるっていうのがでかいんですよ。なるほどね、調整幅広いし。そうだね、あと画像のクオリティ的にはどうなんだろうね。好みによるとは思ってるけど、そうですね、やっぱ好みによるとは思いますけれども、なんか岩永君と俺多分方向的に、あのちょっと色の方向的に若干似てるから、多分ストレスないと思うんだけど、あのエモいのが好きな人とかってちょっと厳しいよね。エモいっていうか、あの雰囲気あるネガっぽい叙情的な写真みたいなのは、ただなスタイルパックあるからな、まあ、とはいえ俺また新しいやつ買ったけど、もうちょっとお願いしますみたいな。あ、なるほど、もう少しはもうちょっとだと。そう、まあ、ただ俺はね、あのクリアの仕方を一個発見してて、あのフィルターとレンズ前フィルターと組み合わせるといける、ああなるほど、あのってことも気づきました、はい、まあ多分そこも現像するものによって対応ができるんですよね。そうだね、ただ一気になるかっていうと、やっぱそこは一気にはできないかな。あの霞除去が増えたのが意外と、なんかうまく使えばいけんじゃないかなって思い始めて、そうですね、霞除去ね、ようやく俺なんかこう
把握してきました。機能的に、ちょっとあの霞除去で5分動画作ってるじゃん、はい、5分動画5分じゃないですね多分5分だとね、すごい全然説明しきれないんで、ああそう、はい、あじゃあまた俺がその話を聞いて、あのシンプル霞除去動画を作ろう、多分ですね、動画的には20分ぐらいにはなる。そうだよね、すごいね、複雑な、複雑っていうかすごいね、なんだろう、独特の、霞除去なんですよあれ。まあ色指定できるからね、はい、色指定が何なのかっていうところを説明しないと、多分難しくって、それの分析がようやく終わったぐらいなんで。ああそう、はい、すごいさすが、そこはねまた、ちょっと20分ぐらいの動画になると思いますけど、はい、分かりました、作ります、はい、よろしくお願いします、はい、まあじゃあそんな感じかな、あとはねキャプチャーは21になって、スピード編集モード、ああそっか言ってたね、はい、だからまあ今俺がまた聞きした情報によると、なんかそのパラメータ見ずに写真だけを見ながらその調整できるようになったってことでしょ、そういうことなんですよ、結構すごいよね、それがねものすごい画期的で、わかるわかる、それはすごい、でこの前ねなんかこう劇的なこう目玉焼きができたわけですよね、もうなんかキュッキュ言うようなこう代表作、ね、代表作、あの団員さんが撮影した目玉焼き、あれがなんでできたのかしこたま考えると、やっぱスピード編集モードっていうものが大きな割合を占めてるんですよ、結局このバーを動かすときに、目線を外さなくていいんで、本当にいい塩梅のところ、でそのパラメータの調整を止めることができる、っていうのがね非常に大きい、大きいね確かに、なんかそれがもうライトルームに戻れないっていう、そうだね、一番の理由に なるかなと思いますね、なるほどなるほど、俺もライトルームちょこっとしか触ってないから何とも言えないけど、あとやっぱねテザーでつないで、その場で色を決めて、撮った写真を全部変えれることの利点が1個あって、なんか写真ってこう自分で撮る、俺が撮るじゃん、はい、だから俺の頭の中でできてるやつなんだけど、でも外であのパッとそのイメージが見えるようになったことによって、なんかみんなでできる、そうで、みんながなんていうの一緒に考えることができるようになるから、なんかいい写真とか撮ると、あのなんていうの全員のグルーヴ感がめっちゃ上がる、あそれありますね、だから結構いい、おすすめです、なんであのそう外とかでも僕全部つないで撮ってるんですけど、やっぱみんなが共有してる方が一緒に何か作るときは、あの楽、そうですね、っていう感じですかね、それぐらいですかね、そうですね、はい、ぜひですねキャプチャー1、30日間無料で試せますから興味を持った方はぜひダウンロードしてみてください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、失礼します、失礼します。